えー、藤尾稲さんと申します、えー、以前は「つゆの日」という短編ゲームを、えー、在学中に開発してリリースしました。えー、2年前に美術大学を卒業して、えー、今はゲーム会社に勤めてるんですけどあの今も時間がある時にあの個人でインディーズとして活動してます、えー。多分今年中に何かしらの形で作品をリリースしたいと思ってます。 よろしくお願いしますはいあの自分も子供の頃はそんなにゲームをしてなかったのでむしろあの親が結構厳しかったんですよねあの毎週2時間くらいしかできなくってでまあ親も普通にゲームしてたのでそれを見て影響を受けましたあとは リトルピックプラネットっていうゲーム開発のゲームをやってて、それが無意識にあの大学になってからゲームを開発し始めたので、そうですね。結局、あんまりゲームをしてなかったという影響は結構大きかったと思います。えっ、ー、と、ゲームは、 多分僕、僕の夏休みとか、うん、多分それくらいですね。強いて言うなら映画とか美術の影響が結構強くって、あとは個人的にはあの田舎へのハイキングとか、廃墟探検がすごい好きなので、あの元はその体験を作品で表現したくゲーム開発を始めました。 はい、あの自分はインディーズ業界に参加し始めたばかりなので、あまり業界の現状について詳しく語れる筋合いはないと思うんですけど、客観的に言うと、結構栄えてる印象ですあの。元からゲーム会社が東京に集まってるんで、インディーズといい相互関係が成り立ってるんじゃないかと思いますし。 あのゲームを作りたいっていう方はどんどん増えてるん,だ増えているんであの、まあ、あとはそれを実現化できる環境を保つのみですね。あと、あのビジネス側の方はあんまり詳しくないので、それはもう個人的にもお聞きしたいです。どうですか <laughs> はい。あの 同人ソフトはひ一昔に使われてた言葉で、それがいずれインディーズに解明されたっていうのが僕の印象ですね。なんか同人ソフトはコミケとかであの販売されてるイメージですあの。今のインディーズ業界は多分あの同人ソフトって呼ばれてた当時の開発環境とは、 一昨日気がするんですけど、個人的にはハップさんが言ったように、あのほぼ同じものなので、別に区別しなくてもいいんじゃないかなと思ってます。<noise> 僕もあの、いま未だに参加してないんですけど。あの東京インティーズとか、あの一般。 の方により作品をお見せするよりは開発者同士でお話しする系のイベントにあのたまに参加してます以前言ったようにあの田舎でのハイキングだとか廃墟探検だとか特にあの目的地目的地なしでブラブラすることがすごい好きなんですけど そのままゲーム化してたので、ウォーキングシミュレーターを作りたいっていうよりは、単に普段の生活が無意識に作品に反射してた気がします。なので、全面的に言うと、第一の目標は探検、そして偶然かのように出会うハプニング、えー、その体験を目指していると思います。次の日も、あの、 レベルをクリ,アすクリアするっていうよりはただ環境を見,、ま、見回すっていうのがベースなのであの物に触れたりカメラをいじったりしてあの簡単なメカニックであのそのベース体験のベースを支えようとしてますそうですねあのやっぱりプレッシャーがないからじっくり環境を観察できる っていいうのがすごい評判で個人的にはあんまり意識してなかったんですけどまあ今後の作品を作りながらそれを意識したいなと思ってますはいあの個人的にアートっていうものはとある世界観誰かの 社会に対する目線を表現しているものであのコミュニケーションの一種だと思ってます。なのであの在学中作品を作りながらあの美術を勉強してたんですけど納得のいかない作品ばかりを作っててあの当時の自分は子どもの頃を振り返ってその,ののその目線で世界を見れば何か あの見習えるることがあるんだなって理解しましまたなので決してあの自分の作品は全部子どもというテーマに触れることはないんですけど、まあ、定期的に人生に振り返るのはいいことだと思いますしあのまあ他人の目線からあの社会を見れるっていうのがゲームの魅力だと思います。 はいあのできるだけシンプルなビジュアルにしてみましたあの当時はゲーム開発を始めたばかりだったので自分の技術が追いついてなかった面はあるんですけどアセット一つ一つをご覧いただけるとあんまり凝ったことはしてないんですよねなのであのビジュアルスタイルは作業の効率を特化してるとこはあるんですけど あの美術の知識を利用してあの色使いだとかコンポジションで、えー、全部まとめましたあの、まあ、技術がそんなに優れてなくても全体的なムード雰囲気さえつかめばの案外味のある世界観が描けるんじゃないかと思います はいあの日野さん鋭いですねあの小津ヤ二郎は一応見たんですけど実はこれだ広和監督からのインスピレーションが強いんですよねあのこれだ監督もものすごく地味な設定が多いんですけど地味だからこそじっくり小物を見てほしい家族の些細なギクシャクとした関係を見てほしいって伝わって できます。あのなんだろう、映画っていうよりはドキュメンタリーって感じなんですよね。で個人的にはその地味さにものすごくあの魅力を感じてあの多少ファンタジー要素はありますけどあのまずはあの見覚えのあるそして居心地のいいあの地味な風景を作ってます。 あのぶっちゃけ僕は自分のためにゲームを作っててオーディエンスはおまけみたいなすごいさりげない感じでゲームをあの作ってるんですけどどうなんでしょうあまり狙いはないので異文化コミュニケーションはそのままオーディエンスに任せてますねなので日本人のためだとかあの外国の方のためだとかあんまり意識せずまずは自分の体験から なのであの、共感できる人がいてあれって願うのみですね。あのただ、個人的にはあの、日本のインディーズ業界って、国内では成功するけど、外国ではあまり認知されてくれない作品が割と多い気がして、その壁は何なんだろう、もっと頑張って、なんだろう、超えるべき壁なのだろうかって。 いいろろと考え始めました、はい、あのちょっとマニアで入手しづらいセレクションになってしまうんですけどあの絶体絶命都市3と、えー、東京ジャングルがおすすめです。どちらもあの真面目な世界観の中味のあるユーモアがあってすごく好きです。 あとは、インディーズですと、最近始めたばかりなんですけど、あのダウンウェルっていうゲームが好きで、おすすめです。はい、今はあの卒業制作をちょっと改造して、ストーリー重視のパズルゲームを作ってます。 あのまだ企画段階なので、あの本業に集中しつつ、時間があるときに開発をしてるんですけど、目標としては、あ今年中に何かリリースしたいなと思ってます。多分イラスト集とか、油絵の画集とかリリースしたいですね。一応、大学ではそれがあの科目だったので、まあ、ゲーム開発をしながら、ちょっと美術にまた戻りたいなと思ってます。